はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、僕の大好きなデッキをね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。カオスライトロードです。僕結構いつもね、キャラクターデッキっぽいデッキとかファンデッキみたいなやつを使っていることが多いと思うんですよね。なんですけど、まあ、唯一でもないけど、コンセプトデッキっていうんですか、デザイナーズデッキっていうんですか、なんだろう、キャラクターとかのデッキじゃないんだけど、まあ、なんか楽しいデッキっていっぱいあるじゃないですか。これね、唯一かもしんねえな、でも本当に。キャラクターデッキっぽいデッキしか組んでないから、ほとんど。ライトロードはそういうデッキじゃないんだけど、なんかめっちゃ好きなんですよね。なんだろう、このデッキね、簡単に言うと、まあ、なんかパチンコみたいな感じなんですよ。その援軍とかソーラーエクスチェンジで、その落ちたカードによって結構上振れ下振れが結構変わってきて、なんか格変入るとガチでずっと大当たりし続けるみたいな感じで展開できるみたいな感じなんですよね。その格変が入った時の脳汁が半端ないから使っちゃうみたいな感じ。そんな感じのデッキです。はい、目をパチンコデッキと僕は思ってますで、どういう風な動きをしていくかっていうのは、本当にマジで墓地の落ち方によるんだわ、このデッキ。例えばソーラーエクスチェンジとか援軍が、まあ、引けてない時マジ弱いです。ちなみにこの辺のカード引けてない時マジ弱くて、まあ、このあと、まあ、この辺の、まあ、魔法カードが引けない時マジ弱くて、まあ、墓地壊しがやっぱちょっとできないから、まあ、この辺の魔法カードを引く必要があるんだけど、これを頑張って引いてる場合だけ結構かなり上振れることができて、まあ、例えばですね、まあ、墓地に、まあ、雷電流とか雷鳥流とか雷獣とかその辺のこのカードが落ちていて、で手札になんかレビオニアとかカオスエンペラーが引いてるとか、そういう場合って結構展開伸びるんですよ。なんか墓地も超えてるし、除外した時に効果が届いてるモンスターもいるから、まあ、これデュレルリンクスでもなんか同じようなデッキありますよね。そんな感じのギミックになってまして、で、このデッキのいいところはマジで自分のアドリブで展開を決めていくことですね。決まったルートはないんですよ。墓地に何が起きたかで、自分の手札が何なのかによって相談しながら展開を決めていくんで、決まったルートはないです。これがいいところ、このデッキの。だからそのルートとかを自分でその場その場で考えていくのが楽しいっていう感じのデッキですね。はい、で、何が、何枚入ってるかっていう、どうやって使っていくかっていうのを一応説明していくんですが、リンネリュー、サンサーラ、これは、墓地から除外すると、墓地の、ね、ドラゴン族回収できるよっていうことを持ってるんですよ。これで墓地に落ちてしまったレビオニアとか、それから、まあ、ジャッジメントドラグーンとかこの辺のカードも回収していくってことができるんで、これ1枚入ってます。でライトロードサモナールミナスは3枚ですね。これルミナスとかアサシンライデンとかは、まあ、言うことないかなと思うんだけど、まあ、この辺はライトロードのギミックなんで圧倒的墓地クラッシュカードとして入ってますと。で、ミネルバとか、トワイライトは結構カードを増やせるっていう種類をね、ジャッジメントドラグーンを出せるんで、まあ、この辺入ってるのと、まあ、あんまり僕の構築だとトワイライトシャーマンルミナス使わないんだけど、これ闇属性なんで、闇の誘惑とかのコストになったりとか、あとレベル A のコストになったりとかするんで、一応入ってます。で、ビーストウルフが強いんだよね。やっぱね、こいつが強い。やっぱ援軍とかソーラーエクスチェンジで落ちたら出てこれるから、特殊召喚できるから、このモンスターがね、強制だけど。だから、これで出てこれるのがめっちゃ強くて、これ3積みです。安定の。はい。で、ワイバースターとコラプスアーペントは、これ墓地から光闇除外すると、どっちもね、特殊召喚できるレベル4のモンスターなんで、レベル4並べて、まあ、ミネルバとかレベル4並べてチューナーと一緒にシンクロ召喚してカオスルラとかできるんで、まあ、この辺が入ってるっていう感じですね。で、ライデンはさっき言ったような感じで同じで、アジャフェレスも一応2枚入ってます。まあ、ここを、モンスター効果でしか送れないと特殊ができないからさ、まあ、正直、まあ、ルミナスとかの効果とか、アサシンライデン の、まあ、その墓地送り効果とかで落ちないと特殊召喚できないんで、若干使いづらいところはあるんだけど、まあ、言うて、ライデンの効果とか結構使いますし、ミネルバの効果で墓地を送った時に落ちるとかももちろんあるんで、まあ、一応2枚にします。ここ1枚でもワンチャンいいかなっていう風に思ってますね。で、超電磁タートルが1枚、これが唯一の防御札です。このデッキのバトルフェーズ、相手のバトルフェーズにこのカードを除外するとバトルフェーズ強制終了っていうのができますんで、まあ、一応1枚ですね。まあ、唯一の防御札で、白雪、これは圧倒的最強モンスターですね。墓地のコストを除外して特殊召喚できる魔法使いなんで、まあ、セレネの、素材にもなれますし、シンプルにレベル4なんでレベル42体とかで、エクシーズできたりシンクロできたりするんで、まあ、2枚で、セイファート、これも、まあ、リンネルサンサラと同じような理由で、これ墓地から除外するとレベルが、8だったかな、確か8の闇か光のモンスタードラゴン族持ってこれるんで、墓地に落ちてしまったジャッジメントとか、
レブリナとかカオスエンペラーを持ってくるように1枚ですね、はい、墓地からの、救出作業ですね、はい、で、雷電竜サンダードラゴンと雷鳥竜サンダードラゴンと雷獣竜サンダードラゴンはこれは入れておいて墓地に落ちて除外されたりとかすると鳥雷竜が結構出るんですよね。先行で鳥雷竜出したらまあ強いじゃないですか。だからリミット1になってるんですけど、あとこの辺もねリミット1とかリミット2になってるんですけど、これが強いんで、この辺のギミックも入ってますね。まあ雷電竜最初に1枚でもいいかなと思って1枚でやってたんだけど、まあ、あんま落ちなくて雷電竜1枚だと。なんで2枚にしてちょっと落ちやすくして援軍とかソーラーエクチェンジでで、なんかそのなんだワイバースターとかあーで除外したりとかレビューで除外したりとかして、あとあの白木で除外したりとかして、あの強引に鳥雷竜立てるみたいな感じの動きをしていきます。で、ジャッジメントかっこいいから1枚で、雷光竜も同じような感じで、この辺から持ってこれるんでね。で1枚カオスモンスターレベル8ですね、はい、だからレベル8だからこの辺の希望竜、希望海竜とかタイタニックガラクシーとか出せますし、でレビオニアは圧倒的最強カードなんで1枚絶対に、これが強い。やっぱマスターでもこれは強い、はい。で、カオスエンペラーが1枚、はい、これも、レビオニアと同じような理由で強いんで1枚で、愚かな埋葬が1枚、これはビーストウルフとかと特殊なんできますしね、はい、白雪とか送れるんで、で1枚で、黄金室は1枚で鳥雷竜が立つんで、1枚で、闇の誘惑は、まあ、サンダードラゴンとセットで引くと強いんだけど、まあ、ちょっと他のね闇属性があんまりいなくてちょっと腐っちゃうことはもちろんあるんだけど、まあ、一応サンダードラゴンの時の上振れがめっちゃ強いから、2枚入ってます。でソーラーエクスチェンジが3枚の光の銀河3枚は当たり前で、カオステリトリーが2枚。カオステリトリーはこれはレビオニアとか、カオスエンペラーとかジャッジメントラゴンとかサーチいけるんですよね。これが強いんでこれ2枚。あと墓地効果も強くて、墓地のこのカードを除外して除外されているレビューニアとかあコラクスサーペントみたいなカードをデッキに戻すと1枚とかできるよっていう効果あるんで、まあ、2回仕事してくれるんでこれ2枚ですね。でエクストラデッキはもうねずっと迷ってる、マジで迷ってる。これはもう一生迷ってる。多分対戦中もちょっと違うことあると思う多分。超雷竜サンダードラゴンとこうできることが多すぎてマジむずいんだけど、超雷竜は確定 でブラックローズも確定、うん、めっちゃ強いから。あとはマジであサベージも確定か、サベージと顔するのも確定、うん、と月下流とかはちょっとわからん。ここはまあ先行妨害できるから入れてんだけど、まあここなんかあの別になくてもワンチャンなんとかなる。でダンテこれもまあ確定かな、ルミナスルミナスができるんでこれ確定なんですけど、あとこれはねセイントミネルヴァもまあライトロードギミックであれば絶対入れた方がいいんでこれ確定。バグスか最悪なくてもいい。これは事故った時のために一応レベル4並んでエクシーズしていって、なんかその妨害というか遅延行為をしていくためなので、これ1枚入ってるんですけどあんま出さないんで、まあ、これは1枚なくてもいいかもしれない。でタイタニックギャラクシーはまあ、なくてもいいかなっていう感じですかね。あった方が強いけどなくてもいい、別になんとなるみたいな。先行でレベル8が2体並ぶっていうことももちろんあるんで、まあ、その時にタイタニックギャラクシーを出して魔法カードを無効にしていく、まあ、例えばライトニングストームとかね、ああいう系のカードとか、あとどれなんだ、禁じられた一滴は無効にできないけど、なんかその魔法カードか、なんかサンダーボルトとかあっち系のカードとかを全部無効にしていくみたいな感じですね、はい。でディンギルス、これは圧倒的最強の墓地送り除去なんで1枚、これは確定でいいんじゃないかな。ここは結構使う。で、ね、マスカレーナ、これはマジで謎、いるかどうかは。マスカレーナとトロイメアユニコーンあたりはマジで謎、リンクに何かいた方がいいと思う。でも、まあ、トロイメアユニコーンとマスカレーナじゃなくて、まあ、例えばトロイメアフェニックスとかでもいいと思うし、俺1回トレミアフェニックスでやってた時もあったし、ここはちょっと謎っすね、ここいるかどうか。で、ドミニオンキュリオスは、これも謎、別になくてもなんとかなるから、これ別になんかなくてもなんか一応ライトロード のリンクモンスターだし結構効果強いんだけど、なくてもいけるからこれなくてもいいかなっていう気もしないでもない。で、セレーネとアクセスは絶対いる、これは絶対いる、現代遊戯王最強のギミックなんで、はい、これはいりますっていう感じですかね。エクストラはこのデッキとにかくですね、回しているとガチで楽しいんで、事故った時は地獄ですけど、上振れるとマジやべえこと起きるから、ぜひですね皆さんも使ってみてください。ハマると思います。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ、よっしゃってっか。あー弱い、魔法カードがいっぱい来てほしいライトロードデッキの弱いところは、魔法カードが引けずに、モンスターばっかり来て、でやっと来た援軍を使ってみたら墓地に魔法カードめっちゃ落ちるっていう、これが一番弱いですね、はい。これあれですね、OCG の方、まあ、てかマスターデュエルの方と、まあ、デュエルリンクスもそうなんですけど、マジで落ち方によるんですよ、本当ギャンブルです、はい。
このデッキはマジでギャンブルゲー。あ、援軍来た。これで魔法カードめっちゃ落ちるっていう事故が、大事故がね発生する。これ先こっちか、先こっちかどうかわかんねえな。これとりあえず援軍発動してまず落ち方を、あ、強い、なんか強いの落ちたんじゃない。あ、強いね、強いの落ちた。ビーストウルフはいい。なんかこのブラッディクラウン、マダンね。何する人、手札からマダンモンスターを特殊召喚すると、このカードでモンスターが特殊召喚されたゾーンと同じ縦列の相手のメインモンスターゾーンが使用できない。お邪魔じゃん。お邪魔しようとしてるやん。ライトロードサムナールミナスをぶち込んでみましょう。でですね、ライトロードビーストウォルフの効果で墓地に送られると特殊召喚できるという。よし、これマジで援軍2発撃ったらね、まあ、召喚権使わずシンクロできるとかありますからね。普通にこれフェリスとか落ちれば、まあ、とりあえずこれ召喚していくしかねえな。ライトロードサムナールミナスを召喚していこう。でライトロードサムナールミナスの効果を発動して、ライトロードサムナールミナスを切ることによってルミナスを特殊召喚。これがルミナス、ルミナスってやつだぞ。強欲な亀、お前すげえカード入ってんな。すごいカード入ってるやんけ。なんか俺よく知らないけどさ、マダンってさ、あれなの、強欲な亀とか現代遊戯王でも採用されるの。じゃあんま知らないんだけど、まあ、いいや。とりあえずルミナスの効果によってアサシンをペッと持ち送って、でアサシンを特殊召喚していきましょう。これでアサシンでまたさらに墓地に送っていくスタイル。ダンシング、まだダンシングニードル除外する、やば。おいお前ふざけんな、おいおいおいお前ふざけんな、マジで人の墓地勝手に除外してんじゃねえぞ、ぶち転がすぞてめえ、くっそが。チキシュやるじゃねえか。とりあえずダンテラスしかねえか。じゃあ、そうね、ダンテラスしかないね。レベル3のモンスターが2体でオーバーレネットワークを構築、エクシス召喚。現れよ、悲願の旅人ダンテ。悲願の旅人ダンテのオーバーレユニットを1つ使って効果発動。オーバーレユニットを使うことによりデッキトップ3枚墓地を振るぜ。何が落ちました。あ、ゼピロス君、ゼピロス君か、ゼピロス君ね、ゼピロス君が落ちた。なるほど。とりあえずカオステリトリー発動、カオステリトリー効果で、超電磁タートルを墓地に送りながら、レビオニアとかいう最強モンスター爆弾させて、で通常召喚できないやつ除外しながらいけんみたいな。とりあえずレビオニアで分からせよ。はい、皆さん知ってますか、マスターデュエルにはレビオニアをなんとサーチするカードがあるんですよ。ウェルディングキスミンが聞いたらひっくり返るのこれ。はいはいはい、もちろんマスターデュエルでもこいつは強い。いけ、根源竜レビオニア、根源竜レビオニアの効果発動。根源竜レビオニアの効果により IT フィールド上のカードを2枚選択し破壊していく。ほっ、ようわからん、ようわからんトラップカードがいっぱい落ちたな。でとりあえずカオステリトリーの効果発動。このカードをゲームから除外し除外されている通常召喚できないモンスター1体を選択し、そのモンスターをデッキに戻すことによってカードを1枚ドローする。シュッ、つえこれが天才の引きってやつよ、これが天才の引き。雷電竜サンダードラゴンをゲームから除外し、雷電竜サンダードラゴンがゲームから除外された場合の効果を発動。このカードの効果によってデッキから最強モンスター雷鳥竜サンダードラゴン、マスターデュエルではリミット1、これを手札に加えて、そして雷鳥竜サンダードラゴンの効果を発動、除外されている雷電竜サンダードラゴンを特殊召喚、そして雷電竜サンダードラゴン1体で融合召喚、最強超雷竜サンダードラゴン。このモンスターが存在する限り相手はドロー以外でカードを手札に加えることはできない。いくぜバトルフェイス、つまり現代遊戯王で強いと言われているサーチ、これができんってわけよ。勝ったな。強すぎだろこの盤面。まあ、ちょっとそうでもないか、そうでもないな、意外とそうでもない。でメイン2で何が出せんだこれ、出す必要あんのかこれ。なんかあ、ディンゲルス、あータイタニックギャラクシー、いやこれもうサーチできない方が強いんですよ大体。超雷竜はあんまりそのエクシースターにするっていう、まああれですけどね、処理するこのターンに勝てるんだったらいいですけど。ドクトル、ようわからんけどまだって何する人。はい、で、あ、マックスくんね、これマックスくんなんかリンク召喚成功時なんかサーチするみたいなやつじゃなかった確か。
はい、リンク召喚成功時、相手フィールドのモンスターの数までデッキからまだ魔法トラップカードを手札に加えるっていう効果を持ってるけど何も加えられない。ガチで強くて草、超雷竜ゲーじゃん。ガチ超雷竜ゲーなんだけど、あいつ本当はめちゃくちゃ加えられるんでしょ。あれ4枚ぐらい手札加わるんでしょ。あれ今実は本当だったらマジ強い。やばいこと起きた。もうちょっととりあえずぶん殴ったら勝ちなんだけど、まあいいや。はい、でこれペッてやって、でフルルルッと落として、はい、3枚落としてプレーってやって、はい、で攻撃表示変更してくさばりやがれ。何が学んだ。超雷竜サンダードラゴンなめんじゃねえよ。これがライトロードデッキか。違う、右側2番目には残なんだよ。さあお相手の方一体どんなデッキなんでしょうかね。とりあえず僕はね一旦先行をいただくことにしました。この時多分先行ゲー、あの反応強そうだな。とりあえず援軍発動で、援軍発動してく。で援軍発動で何が落ちたか、あーフェレス出てくんな。あいいね、フェレス出てくんのはいいけど、ライトロードいいのか。まあ落とせばいいか別に、ライトロードなんて。とりあえずライトロードサモナールミナスを手札に加えていこう。出たな。であーフェレス出てこないのか、フェレスモンスター効果か、モンスター効果じゃ出てこないか、めんどくせえな。ライトロードサムナルミナス召喚で、で効果発動で、メイデン落として、でフェリス特集で、最悪オロマイでビーストルフ出せばもうここ8シンクロできるんで、ここからいきましょう。でミネルヴァ効果レビューに落ちた、 OK で、愚かな埋葬を発動、愚かな埋葬の効果でデッキからカードを1枚落ち送る。これ愚かな埋葬イコールビーストルフなんで、はい、これ最強です。でビーストルフ効果、これができないですからね、デュエルリンクスは。でレベル4のビーストルフにレベル4のフェリスをチューニングしていく。行くぜコントマリュー、カオスルーラー、カオスルーラーの効果発動、デッキトップ5枚を墓地の送り、あ見て、でその中から光か闇のモンスターを手札に加えながらそれ以外を墓地の送るっていう効果。あんま強くねえな、あんま強くねえな、あんま強くねえ。とりあえずでもこれ一回闇属性持ってこないと、闇属性持ってこないとあかんな。これ闇竜打ちたいから、こうしてこれでサンダードラゴンとかがねあればねめっちゃ強かったんですけどね。これはレビオニアですか、これレビオニア回収していきますかね。はい、レビオニアはしっかりめに回収していく。よしで、こんなもんで止まる俺じゃねえ、止まるんじゃねえぞこれ。もうライ、闇の誘惑と、闇の誘惑って人格するしかねえ。引けなかったら、引けなかったらごめんな。闇の誘惑発動、闇の誘惑の効果によりカードを2枚ドローして、あーまあ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 、じゃあですね、とりあえずカオスエンペラーかな、これカオスエンペラーをジョっていく。で先にカオステリトリーか、カオステリトリー効果で持ってきて、カオステリトリー効果でいらねえフェリスを墓地送って、で闇属性モンスター持ってくる。でこれでコラップワイバースターができるからレベル4が2体並ぶんで、ライトロード雷電ミネルヴァ、雷電だっけ、あのミネルヴァいけますね。これかぶってるといらない。でジョってく、こうして、でさらにワイバースターも特殊召喚、はい、これで展開を伸ばしていくしかねえ。さあとりあえず、まあ、綱渡りみたいな感じで展開が伸びてるぞ、綱渡り展開だ、行こう。セイントミネルヴァだった、ごめん、ライトロードセイントミネルヴァ出していくしかねえ。レベル4が2体でオーバーレイエクシーズ召喚、ライトロードセイントミネルヴァ、でセイントミネルヴァの効果を発動するって。セイントミネルヴァはオーバーレイトを1つ使うと、デッキトップを見て、これ何これ、あ、カオステリトリーか、これ1枚ドローしてから考えるか、1枚ドローしてから考えよう。でエンペラー戻して1枚ドロー、つえーつえーデッキトップ強すぎワロタ、デッキトップ強すぎワロタ、これは脳死だわ、さすがにこれは脳死出す。で雷電竜サンダードラゴンの効果で取り持ってくるでしょ。で雷鳥竜サンダードラゴン効果で
雷電流送っとくっしょ。でこれ特殊召喚するっしょ。で超雷流出しといこう。これ後でもよかったらまあいいや、いつでもできたから後でもよかったかもしんない。ちょこのあと展開もしかしたらめちゃくちゃ伸びる可能性もあるかな。ちょこれ先出しミスったかもしんないな。まあいいや。でライトとセイントミネルバ効果オーバーレイウィンチを一つ使って、で援軍来た、でビースウォール膨れ、オッケーオッケー、いいよいいよいい。あーでもやっぱそうだな、これ先にこれやりましたね、これ完全にこれやりましたね。これ超雷流これ後でよかったな、完全にミスった。あーでも白石落ちた。でデッキカテゴリーに加えるのはまあもちろん、ルミナスでよくて、これ一回これ出しちゃうとダメだしな。あーライトロードもいけんのか。ライトロードでもミネルヴァはちょっと破壊耐性、破壊耐性というか破壊された場合の効果結構ちょっと強いんで残しておきましょうか。こことここで、あのマジでここ IP マスカネとかでいいですね。これなんか一応この意味はちょっと枠がなくて、エクストラのここなんか、うん、ここなんかね、あの IP マスカレーとかでいいかもしれない、リンクモンスターでだ。まあレビオニア出していくしかないよな。レビオニア出していくしかない。でまあなんか適当に除外していくか。光で除外したら一応蘇生できるんだよな、まあ、でもハンデスぶちかましてるとか強いから多分これで闇除で闇除ってでレビオニア出していく。でハンデス食らわせる効果にチェーンして雷獣流か。で雷獣流効果発動でだな、除外された場合デッキから何らかのサンダードラゴンを特殊召喚できる。でハンデスぶちかます。でレベル8 2体でオーバーレイが先か。白池はいらないもんな。白池は後でいい。白池は妨害として残しておくのが強いから、これ多分これタイタイギャラクシーですね。でこことここでタイタイギャラクシー、これで魔法カード無効、相手チェ、サーチできないデッキから。でライトロードセイントミネルヴァが破壊されたらなんか出てくる。でなんだっけ、白池の効果で相手裏側、これは結構強い、結構強い。これだいぶ妨害力が高いですよ。はい、ライトロードの先行展開としては非常に優秀な部類に入る。まあちょっと若干その超ライル出す順番が間違えたかもしれないけどね、もうちょっと伸びた気がするわ。これ多分ね、あのね、あ魚、これちょっとミスりましたね多分。あーめんどくせえな。でもここは使わざるを得ないか。これ魔法カードちょっと3枚ぐらい残してがいいから、そうですね、まあちょっとかぶってるやつを除外して、でもこれ出さざるを得ないですねこれは。はい、でこれ白池の他にチェンス白池っていうとあのまた除外されるんで大座デッキとかを使ってない方は普通にあのチェーンするのをあの控えるようにしましょう、ね。はい、で墓穴はとりあえず無駄打ちさせることは一応できたが、レスキューキャット、うわーこれ裏側にしたかったな。これ使わされ、いやこれタイタニックギャラクシーだったかこれ。いやでもな、そうするとなんかあのライトニングストームとか飛んでくる可能性あるんでね。あートライブリゲードか、やばそうだな。終わったかもしんねー。これドミニオンキュリオス出せましたね多分。これ先にやるべきじゃないマジで。サンダードラゴン、いやちょっとまだ回し慣れてないっていうか、ちょっと連動が足りないですねこれ。あのサンダードラゴンはおそらくこれ最後の最後でよくて先行だしね、速攻出しとく必要ないんだよこれ多分。だからもうちょっと多分展開伸びて、で白雪特殊召喚した後に、ドミニオンキュリオスの効果でなんかまた墓地をくれたと思うんで、なんかカードを完全にねやってますね俺。完全に俺はこれやってます。もっと多分伸びた。シュライグ終わった選んで除外、どれをどれを残してくんねえかな。なんか超ライル残してくんない、一旦残さないか。これ除外されるからさ、サンダードラゴン残すと一応まあライチョウだから一応破壊対策なんだけど、一回超ライルはちょっと除外されるのにはねもう1ミリも耐性ないんでやばいっすね普通に。超雷流サンダードラゴンだけやめていただきたいといったところ、ちょ頼む耐えろ。うわあちくしょう僕の超雷流が
で2体でちょっともうなんかトライベイブリゲードとかなんかそのなんか手数が多すぎるんですよね。なんか初手からいきなりさなんかリンク4なんかインチで出してるのやばくないこれやってること。まあ俺は結構上振れないとこのくらいの展開できないですけど、あいつらなんか上振れなくても結構この盤面なんか平気な顔してやってきますよねこの人たち。おかしくないですか。やばいやばいやばい、手札めっちゃ増えるやんけ。あ、1枚ドローして1枚あの戻すんか。あ、そんなことがあったな。はいはい、環境ムーブ全然わかんないですけど、とりあえずなんかやばいことが起きそうこれから。で何が起きるのこれ。そいつの効果は、はいはい、手札をなんか捨てるんですね。なるほど。そうするとなんか蘇生かなんかします。フラクトールとリフレクターを捨ててフラクトールを特殊召喚除外ゾーンから。おかしいってやってること、おかしいって。またこのフラクトール効果使われるのこれ、嘘でしょじゃあモンスター並びすぎだろこのデッキ。アタオカだろこれで。2枚除外してなんかやばいの出てくる。はい、また出てきた。無限にモンスターが供給されるちょっとリンク伸びすぎだろマジで。超融合をしてアルマデューク出して、でさらに2台でリンク召喚。やばいってマジで。アクセスコードトーク現代遊戯王サイヤモンスちょっとお前らさこれリンク先に縛りつけろやマジで。なんで何の縛りもついてるんだよ。もう獣族としか出せないとか書いとけ。アクセスコールトーカー出てくんじゃねえ。絶対おかしいこのデッキ。やばいやばい。でリボルト加えられながらはい1枚戻してるわけですね。ベアブルームの効果で。いやリボルトセットされた。除外ゾーンからめっちゃ持ってくるやつ。あれ書いてることをシンプルに犯罪って書いてる。あのトラップカードはシンプルに犯罪って書いてた。頼むマジで。ちょミネルバ破壊して、ミネルバ破壊しよう。ミネルバは破壊してくれたら効果がある。一応破壊された場合デッキトップを3枚墓地に送るとなんかあるよ、効果が。破壊されるとなんかデッキトップを3枚送ってその中のライトロードの数だけ相手のカードを選んで破壊するっていう効果を持ってる。頼む破壊してくれ。まあトロミアフェニックスはいいわ。頼む選択してくれ。バトルいいだろう。バトルフェーズはいいだろう。超前時タートル使うか死ぬかもしんねえからな。死ぬかもしんねえこれ。死にはしねえかでも別に。エンドフェーズ、あエンドフェーズ、なるほど。ミネリバはとりあえず生き残ってくれた、生き残ってくれたが、今の現段階だとミネリバ破壊してくれたかもしんない。超前時タートル使うのちょっとミスったかこれ。でオーバーレイント1つ使ってなんか3枚墓地を送る。でライトロードアサシンライデンは来た。ルーラー効果使うしかないか。ルーラー効果使ってモンスター数増やして1回リボルトを踏みに行くしかねえ。フリーチェーンで除外されるとたまったもんじゃないんで、召喚権を使わずにリボルトを踏みに行くしかねえ。まずは手数で押していくしかねえ。タイタニックギャラクシーは使わん。もうでこれもあ雷電流、これ何が あとあんの。雷獣類とかおる。あでもあんまり微妙だな。雷獣類しかねえか。特殊ができるもんさいねえかも。微妙だな。雷獣竜もいってるな。これ微妙だな。これでいいや。雷電竜を除外したところで何も起きねえよこれ多分。でカオスルーラーは墓地から蘇ってこれるっていう最強効果を持っている。よし。で白雪は除外されない今のところ。でここでまず一回ちょっとセレーネ行くと絶対踏むんでリボルトを。なのでこれトロイミアユニコーンで確実に踏みに行きましょう。これで相手は選んで除外せざるを得ない。行こう。トロイミアユニコーン、トロイミアユニコーン、リンク召喚成功時効果発動。手札を1枚墓地に送ることによって相手のフィールド上のカード1枚を選択し、そのカードをデッキに戻すという効果。これにリボルト打つしかない。 OK。 でリボルト効果墓地か除外されているところからいっぱいなんか出してくる。いっぱい出してくるちょっとまたシュライガーの効果起動するんでしょこれ。これおかしいよなやってることマジで。1枚で何アド稼いでんだよこいつら。
ガチめにやばいこれ。はい、でトロイムやユニコーンがでこれ3体、特殊召喚しながらその3体を使ってリンク召喚できるのかいいだろう。でリンク4ですか、リンク3ですか、ルガルリンク3ですね。はい、ルガルリンク召喚でトロイムやユニコーンの効果でバウンスできなかったが、シュライゲの効果で選んで除外されるとかいう効果を発動していく。でナーベル効果も発動していく、ナーベルは、サーチだったら確かな。はい、キットの効果も発動していく。おかしいマジでやってることマジでやばい。嘘でしょ、あの盤面こんな返されないことある。割と回し方はなんか下手くそだったけど、なんかちょっと強かったと思うけどね、あれね、あの盤面ね。フラクトール、まあ、モンスター効果無効にしないとかそういうのがあるんでちょっと甘えな感じはしますけどね。一回だったらマジであのハカーナを止めておくべきだった、マジでガチでハカーナを止めておくべきで、ルミナス召喚してルミナス効果で、ルミナス効果を使うしかないで、雷電流を送るしかないで、もうこれこうするしかないんですよね僕多分。これミネこれルミナスルミナスルミナスライデンするしかないと。これはいで、はいで、こうするしかねえ。これでなんか落ちろ、ライデンの効果でなんか落ちろ。ほでライデン効果発動、デッキトップを2枚墓地に送る。これなんか出ろ、なんかやばいの落ちろ。いやっ、あサンサーラ落ちた、サンサーラ落ちた。ジャッジメントドラグーンは出せんのかこれ。まあ一旦ブラッククローズになるじゃんこれな。一旦ブラッククローズして全部破した後に多分これ展開できるから、まだ一旦展開できるんだよなこれ多分。ですね、一回ブラッククローズしましょう。レベル3のルミナスにレベル4のアサシンライデンをチューニングして、あのヤバすぎるモンスターたちはブラッククローズガイルで吹き飛ばす。いけブラッククローズだろ、ブラッククローズガイル、うわすべてを吹き飛ばせ。さあどうする、なんかの効果あんのかこれ、なんだこのチェーンは、なんもねえのか。よし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 、で なんか効果あるんですかこれ。シュライグの効果で効果処理なんかあるんですか、ちょ知らねえマジで。シュライグの効果破壊されたなんかあんの。こいつさ選んで除外してくるくせにさ、サーチもあんの、やばこいつやってることエグすぎ。ちょっととりあえずこっから動いていくしかないから俺は。でサンサーラ効果で除外するでしょ、で持ってくんのはレビオニアか。レビオニアで光光光除外してモンスター数増やせば多分なんとかなんだよなこれ。でだな、何がいるかって話ですね。あとはこれ光光光じゃない、光光除外して、いやこれ闇闇闇もコストないから微妙で、光除外していくしかなくて、でライフは8000絶対削れないから、光も属性モンスター3体除外してレビオニア特殊召喚で、レビオニアは光を3体除外すると墓地の光属性モンスターを特殊召喚できる。これでこれ効果は別に後でいいや。でここでですね、チューナーレベル4ですね、チューナーレベル4、チューナーレベル4特殊召喚でミネール、ミネールじゃねえや、白雪で白雪効果で7枚除外すればいいんでしょ、7枚除外すればいいよね。あとはなんか魔法カード使わねえかも、これ多分魔法カード使わねえか、魔法カード使わねえな。でこれ7枚除外して、はい OK、 ほんで白雪特殊召喚してで、レベル4の白雪にレベル4のアサシンライデンをチューニングしていく。バグースかもあんなこれまあちょっとさすがに一旦これでいこう、バグースかもワンチャンあった。でこうだな、ちょリンクモンスターだったからな。でバレルロードサベージドラゴンの効果で装備していこう。これでこれでどうだ、これで一回効果向こうあるぞ、これさすがに強い。そして墓地には白雪がいる、一回裏側守備表示にできるという効果と効果、何でも効果もこう、これで3950ぶっ込んで、いやこれでこれで止まってほしい。
何もすることない。俺はもう何もすることない。いや出すモンスターいないしな。これ魂のエンドだ。これで魂のエンド、これで止まってくれ頼む。何でも効果向こう。裏返し美容師1回分からせる。でケラス効果、手札からケラス以外のやつ捨てて特殊召喚だっけ、これこれ だったら出てきて、裏にすればいい。あいつは起動効果で出てきた裏にする。よし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 。寝ろ寝ろ、もう二度と俺の前に現れるんじゃない。もうなんかこうジャッジメントドラゴン出せなかったな絶対これ。もうでこれはもう除外していくしかないか。なんかルミナスライデンだけはちょっと残しとこう。ワンチャンかもしんないから、シンクロならできるかもしんないしね。トップデン軍とか引いて残ってんのかなリソース俺デッキの中で。とりあえず白雪効果、あ発動、あれなんかライデンの効果なんかあんだっけ、なんかサーチできたっけ俺。あれもうリソース残ってなくないデッキに。何サーチできんのこれ。あ雷合流か。あー忘れてた、完全に忘れてました、すいません。さっき除外したらだったのじゃあな、完全に忘れてたな。もういいや、ここで除外できたら熱い。ただで相手手が1枚、いや墓地リソースはないはずだあのデッキに。あの手がなんだ、オライオン、なるほどオライオン、はい、あリンク召喚か。オライオン1体でアルミラージアルミラージアルミラージ、なるほど。でオライオン効果、いやもうこれ止めちゃえばいいんじゃないのこれ。これ止めちゃったらもう展開伸びないだろう多分。いや墓地リソースないでしょもう。いや墓地からなんかしてくるカードある。いやオライオン止めれば多分これ止まると思うんだよな俺。無効にしよう。バレルロードサベージドラゴンの効果発動、オライオンの効果を無効にしてトークンを出させない。これでもアルミラージしかいねえ、ザコしかいねえ相手の場には。いけんじゃねえこれ。いける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 、よし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 、タイロモンエンドきた、きたきた、エンドきた、神ゲー起きたか、神ゲー起きたぞ。これどうすればキル取れる。4050でしょ、いや4050をアクセスコールとか出せばいけるわ。アクセスコールとかだ、ちょっとアクセスしよう。アクセスして、セレーネ出してアクセスか、これこれ5300だな、いけるなこれ。で魔法使い族モンスター含むモンスター3体でリンク召喚していく、はい。でこれでアクセスで分からしていこう。あっちもアクセス出すんだったらこっちだってアクセスだよ。セレーネをリンク召喚、セレーネの効果発動、セレーネの効果により墓地の魔法カードの数だけ、あ待って魔法カードなくて、あやったやったこれまずいこれ。やったかもしれないこれは。待ってこれ魔法カードの数ガチでやばいことした。うわさっき除外した、そういえば。うわ調子乗った今、絶対そのまんま殴れば勝ってたのに。やったわこれ。でもワンチャンこれ勝てんじゃないかこれ。待てよ4050だろ、4050はちょっと待って殴ってみる、わかる。ですね、まあ、とりあえずこれ1850で、あいつは守備力1500だったから殴れるでしょ。1200だったっけ、わかんねえや。で1500くらいだ、オッケー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 。で雷合流でぶん殴る、で白雪効果発動するしかねえ。ちょっと待って、ね、行ったか。これってさ、コス1234567、あぶねーあぶねー、いけ白雪ダイレクトアタック、うおープレイングゴミやったけど。